晴れたフロントンは、ペルー生まれのラケットスポーツで、壁に向かって、ボールを打ち合うスカッシュに似た競技。単に、フロントンとも呼ばれる。このスポーツが生まれたのは1940年代で、リマの海演制スポーツクラブ、クラブでレガッタのメンバーたちが、壁に向かって、手でボールを打ち合う、ペロタアーアマノという競技を、手ではなく、ラケットで打つようになったことがきっかけで生まれた。 お金のかからないスポーツとして、ペルー国内で人気があり、競技人口は8000人以上いて、テレビ中継なども行われている。競技は、シングルスとダブルスがあり、屋外のコートにテニスのようなラインを引き、高さ5メートル幅6メートルのコンクリートの壁に、ボールを交互に打ち合って行う。得点は、シングルスは15.5点の5セット制、ダブルスは21.3セット制で、 ボールをワンバウンドで打ち返せなかったり、コートの外に出してしまった時は、相手の得点となるという非常にシンプルなものである。使用するボールは当初はテニスボールの表面を削り取って使っていたが、その後は最初から羽毛部分のないボールが使われるようになり、現在は専用の黒いゴム製のボールで行う。ラケットは木製で大きなシャモジ状の形をしており、 当初ウイスキーの樽を分解した板を使っていた。より高い競技性を求めた炭素繊維強化プラスチック製のものもある。ありがとうございます。